皆さんご機嫌いかがですか、ミッキー吉野です。今週はですね、2年ぶりに、武漢顧問をしている、学校の、自警グループという学校ですがの卒業式で、全国6カ所ぐらい回ります。そこでいろいろ考えてたんですけど、2年ぶりなんですね。この2年間入学式も卒業式も、全く、僕たちは参加できなくて、名前ばっかりの教育顧問だったわけですが、よく考えてみればこの2年前ちょうどコロナが始まった頃ですね、その頃に、入学した、生徒さんたちは、なんていうんだろうな、もう僕なんかきっと何回かは会ってるんですね、この2年間で。普通はね、でも一度も僕なんかとは、会って話すわけではないですけど、まるっきりこういつもか入学式と卒業式で、演奏して、入学式は、新入生を迎える演奏で、卒業式は、卒業生をこう送り出す、曲というか、演奏をするわけなんですね。講師陣でいつもトミーとか、プリンセスプリンセスの渡辺敦子さんとか、やはりプリプリの富田京子さんとか、みんなでこう、迎えたり送ったりしてるわけなんですが、いつもねこう卒業式っていうのはこの曲なんですよ。これで卒業生たちを送り出しているわけなんですね。この2年間本当にね辛かったと思いますね。僕がちょうど10代後半っていうのは、ゴールデンカップスでやってましたが、今考えると2年半だけなんですね。自分ではね、あの頃もなんか10年ぐらいやってたような感じがするんだけど、実はゴールデンカップスにいたのは2年半なんですね。ということはやっぱり時の流れがすごく若い頃遅いんですね。当たり前かな、これも前に言ったかもしれないけど、僕が16でゴールデンカップスされてるから1年間が16分の1じゃないですか。で17で17分の1、今はねもう70分の1ですからね。もう、笑っちゃいけないけど70分の1って早いんですよ、もう1年がね。でもあの頃やっぱり10代は本当に18分の1とかそのくらいの長さだから、だからきっとこの2年間、若者たちにとっては本当に長い辛い、2年間だったんじゃないかなと。で本当はまだ、オミクロンも心配なんですが、今週はやっぱりその2年の思い出に1回でもこうやって頑張れよって言いたいなと、そんな感じで、今週から、卒業式ツアーに、出ます。もちろんもう感染には気をつけて行ってきますが、そうだな、やっぱり本当にこの2年間ねえ、みんな大変だったよね。僕なんか本当に短いんですよ、70分の1っていうくらいで。でも本当に皆さんにとっては長く辛い時期だったような気がします。そこで一度もね、僕なんかにも学校でも会えずに、それで卒業していくわけだから、本当にかわいそうだなと思っております。そんな感じかな。相変わらず、ミュージカルの方も忙しくしてますし、それから新しく映画の音楽も始まりました。相変わらず忙しい毎日過ごしてますが、やっぱりこの年になってこうやって仕事があるっていうことは本当に幸せだなと思って、本当に、感謝しております。
なんか年継ぐとみんな感謝感謝ばっかり言ってて、あれなんですが、そうだよね。まあでも他にないんだな、言葉見つかる言葉が。まあ嬉しいですね、やっぱりこの年でこうやって仕事ができるということは。まあそんな感じです。まあというわけで今日はあれ、さっきあの、翼をくださいか弾いてて、まあ、思い出したんで、この間もあの皆さんのメッセージの中にリクエストがあって、青い影やってくれないかっていうのがあったんで、今日はじゃあ青い影を聴いてください。それでは、ありがとう。それではまた来週、皆さんお元気でいてくださいね。それでは。